そうするとくるくる回るでしょ。そうするとだからゴリさんに来てもらって、でこれ回転しているところで歯車があって、あ、すげえ、これもこれもさっきと同じなんかちっちゃいやつこれ普通長さを合わせてちょうどいいスピードで動くようにしてる。へえー、すごい重さかな。でここでこう、ここが動力なんで、これ今で全枚でやるんだけど、動きの面白さと同時にその仕組みまで一緒に見てほしい。そしてなんだそうかと、子どもたちさん、子どもさんたちが喜んでくれたらいいなと。機械の面白さを見てもらって、あ、こんなものもあるんだなということを知ってもらえれば、それだけでいいんです。